フォーマ SH900i は、シャープによって開発された、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。900i シリーズとして、K900i、N900i、P900i に次ぎ、4番目に発売された。外部メモリーは、ミネスドカードに対応しており、ドコモの発表では128メガバイトまで、対応している。また、液晶のシャープらしく、 公開像度の2 4十3 2 0メイン液晶を採用している。また、携帯電話では、初となる機能として、ワードエクセル PDF といった PC データを携帯で見ることができる、ピクセルブラウザーを搭載している。i イアプリは、パイロットになろう。SH、キティデリモコンに等の i イアプリがプリインストールされている。i a p p に関しては、キラーコンテンツは乗らないが、 i ア,アプリの動作速度は 900i シリーズの中では、速い方である。フォーマの端末としては、第3世代にあたり、シャープ製のフォーマ端末としては、SH2101V 以来、約2年ぶりで、音声端末としては初めてになる。50X シリーズの SH505i 及び、SH505iS の影響を受けている。900i シリーズ共通の特徴として、 クベが液晶とメガピクセルカメラ搭載である。i ア,アプリは500も相当を、さらに拡張した500キロバイトの仕様になった。電池の消耗が早く i モーションの容量が少ない。試供品として16メガバイトのミネスドが付属した。形状はこの機種の全世代にあたる SH シリーズの SH505 s の形を強く引き継いでいる。丸みを帯びた形状と塗装の質感は、 s h 5 0 5 s そのもので折りたたみ式を採用している点も同様である。また、s h 5 0 5 s と同様の1.2インチのカラーサブ液晶を搭載しているほか、サブ液晶の周辺にも同様にボタンが3つ配置されており、メニューやメールの閲覧の操作を本体を開かずに行うことができる。後継の SH シリーズでは回転に軸品字方式の採用等により、 パネル面にボタンを配置することがなくなり、開かずに操作を行うことができる、現時点では最後の機種になっている。色はブルーをメインカラーとして、シルバー、レッドの3色があり、ブルーとレッドは原色の塗装となっている。電池は 3.7V、800mAh のリチウムイン二次電池を採用しているが、900i シリーズでは 780mAh の D900i についで容量が少ないものの、従来のシリーズに比べて、全体的に電池の容量が増加したため、5 0 5 s シリーズと比較すると SH では、SH505i 及び SH、s h 5 0 5 s の 700mAh から 100mAh 増加している。充電時間は約120分で、専用のホルダー、または、ホーマーシリーズ共通の充電プラグで充電が、 可能である。この電池では、満充電時で、音声電話が約140分、テレビ電話が約90分、連続待ち受け時間が、静止時で約480時間、移動時で380時間である。カメラは、メインとなるアウトカメラとサブとなるインカメラを備えており、アウトカメラは 900i シリーズでは最高の CCD、約200万画素を採用しているほか、 オートフォーカスにも対応している。インカメラはテレビ電話用となっており、約11万画素の CMOS となっている。アウトカメラの性能は1、2.7インチの CCD 素子で、レンズの F 値は2.8。ストロボは搭載していないものの、撮影中は3原色を組み合わせた LED によって7色の発光が可能であり、補助光源として使用できる。ズームは 光学ズームは搭載せず、デジタルズームのみとなっている。静止画で撮影可能なサイズは、アウトカメラで次の8種類。176、144、352、288、320、240、160、120、640、480、1024、768、1280、960、 1632,224。撮影画像の保存先は、本体の内蔵メモリの他に、ミネスドにも指定できる。また、動画の撮影にも対応し、形式は従来 SH シリーズで採用していた、ナンシーから、iMotion の規格に対応した、MP4 へと変わった。録画時間に制限はなく、大容量のミネスドを、保存先として指定することによって電池が切れるまでの、 撮影が可能である。動画のフレームレートは、毎秒15コマで、12896、176、144、240、176、320、240のサイズでの録画に対応している。録画時間の目安としては、1 6イトのミネス度で約5分、1 2 8イトのミネス度で約40分である。スピーカーは、 本体背面についており、出力はモノラルである。ありがとうございます。